はい、こんにちは、ジョン・ F ・ケネディです。これちょっと笑っちゃいましたけどもね、ジョン・F ・ケネディって言ったのはちょっと理由があってですね、この椅子はですね、ジョン・F ・ケネディと非常にゆかりがある椅子なんですね。今回はハンス・ウェグナーの、ザ・チェアを紹介したいと思います。で、なぜジョン・F・ケネディとこの椅子がゆかりが深いかというとですね、実はジョン・F・ケネディがニクソンと戦った1960年の大統領選挙、この時にですね、初めてテレビで大統領選の討論が放送されたんですね。で、そのテレビ討論会の時にジョン・F・ケネディが座ってたのがこのザ・チェアです。ケネディはですね、背中が悪かったんですね。なので終始この椅子に座ってメモを取ってっていう姿が放送されたんですけども、そのケネディの姿が非常に若々しくてですね、凛々しかったということです。一方ニクソンはですね、ちょっとやつれた感じのおじさんでですね、それからテレビに出る時にですね、メイクとかヘアとかもやらなくていいと、でそこで断ったらしいんですが、それがさらにやつれた感じになって、ケネディとそれからなんていうか疲れちゃった感じのニクソンとの対比というのが非常に印象的だったと。それでですね、選挙の結果なんですけども、皆さんご存知のようにケネディが勝利するわけです。テレビ討論でビジュアルで出てくっていうことがその票にも関わってくるというような最初の出来事だったんですね。その時に座ったのがこのザ・チェアです。ハンス・ウェグナーはですね、若い頃から、その修行を積んでですね、17歳で、家具マイスターの資格を取るんですね。それ以降はですね、やはりそういった自分で手で作るという経験を生かしながら、家具を、たくさんデザインしていきます。生涯にわたってですね、合計で500脚以上の椅子をデザインしたとも言われています。彼のお父さん靴職人だったらしいんですが、やはりそういうちょっと何というか手を動かすというかね、職人かたぎな家系に生まれたのかなと思います。彼はですね、その17歳でマイスターを取った後にですね、ヤコブセンの事務所で働きます。アルネ・ヤコブセンですね。で、彼の事務所で働きながら、ヤコブセンの事務所で働きながら、担当したのは例えばオーフス市の市庁舎、そこでの家具をデザインしております。非常に建築と一体化された、美しい作品だと僕は思います。そういう中でですね、その後彼は独立していくんですけども、実はヤコブセンの事務所にいた秘書の人と結婚してるんですね。なかなか仕事もやるけどちゃんと他のこともやってるなっていう感じですが、彼は防衛門沿線という、もう一人非常に重要なデンマークの家具デザイナーと大の仲良しだったということも有名です。このザ・チェアですが、すごい名前だってお話しましたけど、この名前の由来ですね、これはですね、実は1949年に発表されております。発表されたのはですね、コペンハーゲンの、家具展示場デン・パルマネンテ、ここの役員がですね、ザ・チェアという名前を付けたというふうに言われてます。この展示場なんですけども、戦後復興の意味もあって、新しくそのデンマークで、産業を根付かせようという意味合いも含めてできた展示場で展示されたんですね。ただこれ展示された時はですね、全然売れなかったそうなんですね。地味だよとか、目立たないっていうか、そういった評価を受けて、ほとんど売れなかったということらしいです。ただですね、これが1950年にアメリカの、インテリア雑誌インテリアーズに掲載されたんですね。それを機にこれが注目を受けるようになりました。アメリカの雑誌に載った段階で、アメリカから大量発注がデンマークの工房に届いたということなんですけども、当時この家具を作ってた工房はですね、わずか5人しか職人がいなくてですね、全くその受注をさばききれなかったという、嬉しい悲鳴というか、そういったことが起こったそうです。そういった経緯もあって、アメリカで認められたということもあって、後にですね、先ほどお話ししたケネディが座るっていうことになったのかなというふうには思います。で、この椅子はですね、発表当初は塔で巻いてあったんですね。というのは
ここが、まあ、今の、バージョンはですねフィンガージョイントになってとても美しいジョイントで表しになっているんですけども、まあ当初はここがフィンガージョイントじゃなくてですねそのジョイントを隠すために、塔が巻いてあったということらしいです。このザ・チェアやはりですね美しいところはこのアームから背もたれのこう連続したラインだと思うんですね。でウェグナーはやっぱりここをすごく僕はこだわった人だと思うんです。まあ笠木にこだわる男というような感じだと思うんですけども、彼がこれの前に作ったチャイニーズチェア、あれもですね背もたれからこうアームへこうつながっていくライン、それからちょうど僕は今この座っている椅子、ブルホーンというんですけども、これもですねもう見ていただければ分かるようにこう背もたれからアームへのこうラインというものを、まあ、すごく研究しているという感じがしますね。加えて、まあ、こういうところのジョイントにこうちょっと装飾を入れたりする、まあ、このあたりジョイントにこだわる、まあ、こちらはフィンガージョイントですけども、そういうところも、まあ、ウェグナーっぽいなというふうには思います。それからですね、もちろん、彼の最も有名な椅子ともいえる、ウィッシュボーンチェア、ワイチェア、あれもですねやはり背もたれとアームが一つのパーツになっているという形で、そこにやっぱりウェグナーの、まあ、思いというかこう連続性を感じることができますよね。彼はですねこの、ザ・チェア非常に気に入ってたというような、お話でした。無駄がないしなおかつこう安っぽくないし、非常に彼はこの椅子に対しては思い入れがあったというふうに本で読みました。ウェグナーはですね、結局生涯500脚以上の、まあ、椅子をデザインしたと言われています。まあ、その中でですね、気に入った椅子はできましたかというようなこうインタビューがあったらしいんですけども、それは到底無理だよと、一生に一脚もだって満足できる椅子はできないよと言ったらしいです。まあ、常にですねこうもっといいものもっといいものを探求していくという、そういうまあデンマークのこう家具職人のこうなんか心意気みたいなものをちょっと感じましたね。まあ、椅子っていうのはやっぱり難しいものなので、そうそれとまあマスターピースってやっぱりできないと思うんですね。ウェグナーでさえもうずっとこう新しいことより良いものっていうものを探求し続けたということだと思います。いや素晴らしいですよね。